今回は、土屋文明先生のサクナビクスの自由民権運動の範囲で問題を出します。最初は聞き流して、慣れてきたら15分間勉強してから問題を回答しなさい。では、始めましょう。1。政官論争に敗れてゲアした人物らを中心として結成された、日本最初の政党は何か。また、この人物らによる政党が政府に提出した国会解説を要求する見学書の名称と、 提出した政府機関の名称、提出した政歴をそれぞれ答えよ答え。政官論争に敗れて下アした人物らを中心とした8名が結成した日本最初の政党は愛国高等です。愛国高等のメンバーが政府に提出した国会開設を要求した検白書は、民選議員設立検白書。民選議員設立検白書は、太政官のサインに1874年に提出されました。なお、 民選議員設立憲法書は少数の有力者による政治を有志先生という表現で批判しています。2民選議員設立憲法書を提出した後板垣大助が土佐に設立した政治結社の名称を答えよまたその後大阪に作られた政治結社の全国組織の名称を答えよ答え民選議員設立憲法書を提出した後板垣泰助が土佐に設立した政治結社は 立志者ですその後大阪に作られた政治結社の全国組織は愛国者です。3。民権派などの動きに対して政府は事態打開のため1875年に大阪会議を行ったがその会議に参加した民権運動の中心人物と台湾出兵でケやした人物の名を答えよまたこの会談を主催した内務教の名を答えよ答え。民権派などの動きに対して 政府は事態打開のため1875年に大阪会議を行ったけどその会議に参加した民権運動の中心人物は板垣泰助。大阪会議に参加した人物で台湾出兵だけやした人物は木戸孝義大阪会議を主催した内務卿は大久保利通です背景の画像は大久保利通のお墓です近代化に必要な公共事業を自分の財産を使ってまで行った政治家です まさにぶれない政治家でした。彼がいなければ、日本の近代化は数十年遅れていたと言われています。4。大阪会議の直後に出された見事のりの名称と、それに伴い設置された憲法作成のための立法機関の名称、最高司法機関の名称、府知事、県令を召集する会議の名称をそれぞれ答えようもう一つ。政府が民権派の弾圧のために制定した。 言論弾圧法令を2つ答えよ答え大阪会議の直後に出された見事のりは戦時立憲政体樹立のりそれに伴い設置された憲法作成のための立法機関は言論院最高司法機関は大臣院府知事憲令を召集する会議は司法官会議ですなお大阪会議の後に板垣泰助と木戸孝義は参議に復帰しています 民権派弾圧のために制定した政府の言論弾圧法令は、残暴率と新聞紙条例です。5、西南戦争の最中の1877年に天皇に提出したが却下された国会解説の剣白書の名称と、それを作成した政治結社の社長の名を答えよ答え1877年に天皇に提出したが却下された国会解説の剣白書は、立志者剣白書です。 立志社見学書を作成した立志社の社長は、片岡健吉。6。1880年に愛国者は名称を変更したが、その名称を答えよう。また、この組織は、政府に国会解説請願書を提出したが、政府は受け取りを拒否し、民権運動の弾圧を強化した。その際、政府が制定した民権運動の弾圧法令の名称を答えよう。答え。 1880年に愛国者は国会規制同盟と名称を変更しました。国会規制同盟は政府に国会解説請願書を提出したけど、政府はその受け取りを拒否し、集会条例を制定して民権運動を弾圧しました。なお、集会条例は1880年に制定されています。7。北海道で1500万円投じた勧誘物を 開拓市の長官が38万円程度などという有利な条件で払い下げようとして問題となった事件の名称を答えよまた、この事件で払い下げを行おうとした開拓市長官と払い下げを受けようとした人物とその人物が設立した会社名を答えよ答え、北海道で1500万円投じた勧誘物を 開拓市の長官が38万円程度などという有利な条件で払い下げようとして問題となった事件は、開拓市勧誘物払い下げ事件です。この事件で、払い下げを行おうとした開拓市長官は、黒田清隆。払い下げを受けようとした人物は、五代友津です。五代友津の設立した会社は、関西貿易社。なお、黒田清隆と五代友津は、共に薩摩出身でした。8 開拓史勧誘物払い下げ事件に対するセロンの政府攻撃が激しくなる中で、1881年に出された直輸の名称と、その内容を簡単に答えて。答え。開拓史勧誘物払い下げ事件に対するセロンの政府攻撃が激しくなる中で、1881年に出された直輸は、国会開設の直輸です。内容は、10年後の国会開設を約束するものでした。なお、 開拓紙勧誘物払い下げ事件に関与しているとして大隈重信が罷免されたけどこれを明治14年の政変といいますこの政変で大隈と大隈系の官僚たちが排除され開拓紙勧誘物の払い下げの中止や禁定憲法制定の方針が決定されています91881年に国会規制同盟を中心に結成された政党は何かまたその政党の党首は誰か もう一つその政党の支持基盤を答えよ答え1881年に国会規制同盟を中心に結成された政党は自由党ですその政党の党首は板垣大助自由党の支持基盤は農村ですこの政党はフランス流の急進的な自由主義が特徴でしたね10 明治14年の政変でゲアした官僚が中心となって1882年に結成された政党は何かまた、その政党の党首は誰かもう一つ、その政党の支持基盤を答えよ。答え、明治14年の政変でゲアした官僚が中心となって1882年に結成された政党は立憲改進党です。党首は大隈重信。 立憲改進党の支持基盤は都市商工業者です。この政党はイギリス流の議員内閣制を主張しています。なお、福地源一郎らにより結成された政府系の政党は立憲帝政党です。11、この当時に民間で作成された憲法草案の名称を答えよまた、植木江と立志者が作成した自由党系の憲法試案の名称を答えようもう1つ、 後順者が作成した立憲改新統計の憲改のの法案名称を答えよ。答えこの当時に民間で作成された憲法草案を市議憲法と言います植木絵森が作成した憲法試案は東洋大日本国国憲案なおこの憲法では国民主権や国民の抵抗権革命権が規定されています立志者が作成した憲法試案は日本憲法見込み案です 法人者が作成した憲法試案の名称は市議憲法案12松方財政で困窮した農民が福島県令の道路建設の強行に反発して起こした農民放棄事件とその政歴を答えよまた福島県令の名前と県令と対立していた県議会議長であり自由党幹部でもある人物とその人物が結成した政治結社の名称を答えよ答え 松方財政で困窮した農民が福島県令の道路建設の強行に反発して起こした農民放棄事件は福島事件です福島事件は1882年に起きました福島県令は三島道常三島と対立していた県議会議長で自由党の幹部であった人物は河野弘中河野弘中の政治結社は石養社です13栃木県令の三島つ常の暗殺計画が失敗し その後に茨城県で放棄した事件の名称を答えよ。また、それは西暦何年か。もう一つ、埼玉県で自由党員に指導された農民が公民党を組織して起こした相乗事件の名称と、その西暦を答えよ。また、民権運動の最高のため、大井健太郎らが朝鮮に独立党の政権を作ろうとした事件の名称と、その西暦を答えよ。答え。 栃木県令の三島の暗殺計画が失敗し、その後に茨城県で放棄した事件は、賀サン事件です。賀サン事件は、1884年に起きました。なお、賀サン事件後、自由党は回答しました。埼玉県で、自由党員に指導された農民が、公民党を組織して起こした相乗事件は、秩父事件。1884年のことです。民権運動の最高のため、 大井健太郎らが朝鮮に独立党の政権を作ろうとした事件は大阪事件大阪事件は1885年です14その後民権派による再結集が図られ統一的な反政府運動が起きたがこれを何というかまた外務大臣の条約改正問題を契機として3つの要求を掲げる憲白書の提出に至る反政府運動と3つの要求をそれぞれ答えよう 答え。この時期に起きた民間派による統一的な反政府運動は、大同団結運動です。外務大臣の条約改正問題を契機として、3つの要求を掲げる憲白書の提出に至る反政府運動は、3大事件憲白運動。3大事件とは3つの要求のことで、言論の自由、思想の軽減、外交失策の挽回のことです。なお、契機となる条約問題を起こした外務大臣は、井上薫です。 15大道団結運動三大事件建格運動などの民権運動を弾圧するため1887年に政府が制定した法令の名称を答えよ答え大道団結運動三大事件建格運動などの民権運動を弾圧するため1887年に政府が制定した法令は保安条例ですなお保安条例では民権派を皇居外の賛美の地に3年間の追放としました これで、で自由民権運動は終わりです。コンスタントに8割以上取れるようになったら次の回へ進みなさい。じゃあ次の回で待ってる。